ご着席ください。お待ちでございます。本日はお忙しい中ですね、この新体制発表会というところで、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。またこの会場をですね、まさに議長を会場としてお貸しいただきました、川島社長にもですね、この場をお借りして、お礼申し上げます。ありがとうございます。今シーズンはですね、引き続きというか当然ながら結果に対してこだわっていきたいというふうに思っておりますけれども、それに加えてやはりこう応援してくださる皆様のですね、心を動かすようなそういったサッカーというものを、この上野監督以下の体制で追求していきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。その中で今シーズンのチームスローガンでございますが、発表いたします。ムーブやハート、チームとして躍動感のあるフットボールを展開し、またアグレッシブにゴールを目指すというコンセプトのもとですね、チーム全員が岐阜の誇りを胸に全てを出し尽くして戦う、そして FC 岐阜に関わる全ての皆様の心を動かすようなサッカースタイルを確立していきたいという思いが込められております。私からは以上です。皆さんこんにちは。今シーズンより FC 岐阜の監督を務めさせていただきます上野優作です。よろしくお願いします。まずチームの目標である J2 復帰に向けて、この1年勝ち点を積み上げられるそういったチームを作っていきたいと思います。そしてサッカーは、社長からもありましたけど、ボールをテンポよくつないで、ゲームを支配してたくさんゴールを奪う、そういったサッカーを展開していきたいと思います。そしてホームスタジアムの長良川にたくさんのサポーターが来ていただいて、そのサポーターたちを喜ばせられるような、そういったサッカーをお見せしたいと思っています。今年1年よろしくお願いします。新加入コーチングスタッフ選手の順にご紹介をさせていただきます。ヘッドコーチを務めさせていただきます天野です。どうぞよろしくお願いします。FC 岐阜の目標達成のために上野監督を支え、チームを支えていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ゴールキーパーコーチを務めさせていただきます上杉哲平です。クラブチーム目標達成のために尽力させていただきます。応援よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。今シーズンコンディショニングコーチを務めます吉村修一です。自分自身の力をしっかり発揮して、チームの目標に向かって全力で戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、本田です。今年からコーチを務めさせていただきます。上野監督、天野ヘッドコーチの下でしっかり自分自身も成長しながら、若い選手が多いので若い選手も成長してれるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございました。それでは新加入選手のご紹介に移らせていただきます。蒲田周りさんから移籍してきましたディフェンダーの遠藤元気です。 J2 に復帰することだけを考えて一生懸命戦っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こんにちは。SC 相模原から加入しました川上優です。チームを勝たせられる存在に、また、チームが苦しい時にチームを助けられる、そんな存在になれるように日々努力していきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。SC 相模原から復帰してきましたフォワードの池田健生です。チームの J2 昇格、そしてスタジアムの熱狂に、自分が導けるように、最大限の力を発揮したいと思います。よろしくお願いします。こんにちは。ガスパ草津群馬から来てきました、久保田和美です。チームの J2 昇格、そして自分自身個人としても、結果にこだわってやっていきたいと思います。よろしくお願いします。セレッソ大阪から、加入しました森秀です。J2 昇格に向けて、少しでも力になれるように、また引っ張っていけるように、頑張っていきたいと思います。
よろしくお願いします。こんにちは、北龍馬です。アスルクラブ沼津から加入しました。自分の出せる全ての力を出し、チームの J2 昇格へ貢献できるように、日々努めていきたいと思います。よろしくお願いします。こんにちは、ファイナル鳥取から移籍してきた田口也です。覚悟を持ってきました。J2 昇格にかける全力で戦います。東京国際大学から加入しました、林翔太郎です。 FC リーグのために一度も早く試合に出れるように日々精進していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。こんにちは、法政大学から加入しました、萩野光大です。プロ1年目なので果敢にチャレンジして、チームの勝利に貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。こんにちは、琉球大学の横山智也です。一日でも早く試合に出て、岐阜出身として岐阜を盛り上げられるように頑張っていきます。よろしくお願いします。こんにちは、東院横浜大学から加入しました、和田一平です。開幕戦からスタメンを勝ち取れるように頑張っていきます。応援よろしくお願いします。こんにちは、大阪経済大学から加入しました、上田久です。フォワードとしてゴールという結果にこだわってプレーします。よろしくお願いします。こんにちは、東海学園大学から加入しました、和田裕樹です。自分の持っている力を出して FC 岐阜の勝利に貢献できるように頑張ります。よろしくお願いいたします。こんにちは、東海学園大学から加入しました、楠本翔太です。1試合でも多くの試合に出場し、チームに貢献できるように頑張ります。よろしくお願いいたします。一番の理由としてましては、やはり私ども FC 岐阜というチームがですね、連続して継続してチームとして成長していくためには、当然若い子たちの力、成長というのは当然必要になってきますので、そういったところが今回の意図としては大きいかなというふうに思っております。やはりまずはプロフェッショナルとして結果にこだわってほしい。それはもちろん対戦相手もそうですけど、まずここにいる選手含めてみんな練習ではライバルですので、その練習からもう本当に勝負というものを意識してほしいし、あとは当然試合にも勝ってほしい。また勝負事なんで勝ち負けって本当に分からない世界だと思っています。一番大事にしたいのは、見てくださる方々が次も応援したいと思ってもらえるような、持っていただけるような、そういう姿勢でピッチ上では取り組んでほしい、戦ってほしい。また当然我々プロフェッショナルとしていろんな方々からも見ていただけるありがたい存在ではありますので、ピッチ外のところでも本当に一人の選手、プロ選手として宣伝された行動というのもお願いしたいというふうに思います。はい、初めての監督ということで、毎日が本当に楽しみで、早く次の日にならないかなという、そういう気持ちでいっぱいです。周りに非常に頼りになるコーチングスタッフがありまして、僕の足らないところを助けてくれてますので、本当に選手たちと一緒になって、進んでいける毎日が楽しみです。ワンタッチ、ツータッチでショートパスをつなぎながら、チーム全体が連動して動いて、スペースを見つけて、そのスペースを素早くついていく、そういったサッカーを展開したいと思います。最初のミーティングで選手には成長してほしいということを説明しました。説明というか求めました。成長も、ただ単に成長してほしいというだけでなくて、具体的に例えば技術的に成長することも必要ですし、精神的に成長することも必要ですし、で成長の幅を3方向に広げてほしい。上方向、自分の高みを目指して、例えばロールモデルがあるんだったらそこを目指して成長してほしいという話をして、横方向には例えば自分を広げるっていうところで、例えばトレーナー、それからコーチ、それから例えば他の、専門的な知識を入れたり、あるいは試合をたくさん見たりということで自分を広げる作業で、下方向、深みを持つっていうところは精神的な成長で、苦しい時や逆境にどれだけ立ち向かえるか、そういったところで、3方向に成長してほしい。それを1年間続けて右肩上がりで一人一人が成長して、それがチーム全体として成長して、強い FC 岐阜になろうという話を全体の前で共有させてもらいました。僕は鎌田丸さんから移籍してきましたが、対戦させてもらって、僕が言うのも楽しいですけど、すごく
晴らしいチームというか、あのスタジアムのその一体感も含めて、あの本当に素晴らしいチームだなと思っていました。でオファーをいただいた時にはすぐに移籍を決断しました。自分の武器、特徴はとにかく前であったり、周りを動かすコーチングが自分の武器だと思っています。自分はまず、FC 岐阜さんが一番最初にオファーをしてくれたので、まあ、それも一つですし、あと天野ヘッドコーチと上杉ゴールキーパーコーチ、北九州時代に2年間お世話になって、僕の中で信頼しているスタッフがいるっていうのもすごく心強かったですし、まあ、すぐ返事をしました。まあ、プレーの面でいうと、まあ、一つはロングキックだったり展開の部分っていうのは一つ、自分の中で長所かなというふうには感じています。あとはチームが苦しい時に少しでもそれをいい方向に導けるような、そういった言動っていうのは自分のキャリアの中ですごく大事にしている部分ではあるので、そこは、まあ、今年に限らずこれから自分が現役生活を続ける上で最後まで譲れないものでもありますし、そこは日々続けていきたいと思っています。まあ、オファーをいただいて、いろいろな話をしてクラブの目標や、まあ、クラブの設備だったり工夫を一体として巻き込んでいく、クラブの雰囲気、そういう、クラブに力になりたいなというふうに思い、また、まあ、自分がここでもう一皮抜けれる、そんな環境が整っているなという、ことを思い、岐阜に決めました。僕のプレーの特徴は、とにかく前線でのダイナミックなプレーを武器としています。その中で、一番見てほしいところだったり武器っていうのは、左足での、シュートを、今までずっと武器にしています。その人よりでスタジアムを熱狂させたり、日焼けのところを勝ちに持っていったり、そんなシーンをたくさん作っていきたいと思います。はい、まず最初に一番最初にオファーをくれたっていうことですし、自分自身必要とされるところでプレーしたいという気持ちがあったので、嬉しい気分に決めました。自分の特徴は、攻撃でリズムを作ることです。よろしくお願いします。まあ、いろいろ話がある中で一番、必要としてくれると感じた、クラブだったのと、まあ、新しい監督だったり新しいメンバーが増えた中で一緒に成長していけると思い、このチームを選びました。僕のは、ビルドアップだったり、セービングのところは、チームがあるので、ここを見てもらえると嬉しいです。やっぱり素晴らしい環境と歴史あるクラブで、やっぱスタジアムので実際に試合をしてのその感じたものであったりっていうのがすごく、まあ、感動したっていうのと、まあ、あとは柏木選手や、まあ、ベテランの選手が多くて、まあ、自分が成長するのはどこかって考えたときに、岐阜が一番成長すると思ったので決めました。自分の特徴は、長短のパスの使い分けと、まあ、特にプレスキックやロングボールなどキックを長所としています。以上です。一番最初にオファーをいただいたっていうところもありますし、僕自身はチャレンジがしたくて、一番厳しい環境はどこかって考えているときに FC 岐阜がライバルがすごく多いですし、そういうところが決めた理由にもなります。僕の長所特徴は、ウラインの抜き出しだったり、やっぱりゴール前で勝負できるっていうところが長所かなと思うので、そこを見てほしいなと思います。以上です。練習参加させていただいたときに、一つ一つのプレーにこだわってやっている姿を見て、ここでなら自分も成長できると思っています。自分のプレーの特徴は、1対1の寄せるスピードだったり、体を投げ出して投げ出せダイナミックなプレーだったりなので、そこを見ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。まず大学時代に
最初にオファーをいただいたクラブでもありますし、また愛知出身として東海地方のクラブでもあったので、まあ、地元を盛り上げたいという気持ちにもなりました。それが FC 岐阜に決めた経緯になります。自分の特徴としては、後方からのビルドアップ、スピードの部分を得意としています。よろしくお願いします。僕はジュニアユースと6年間 FC 岐阜でお世話になって、常に岐阜のトップチームでプレーしたいという目標を持ってサッカーをしてきたので、オファーをいただいたときは、オファーをいただいてすぐ岐阜に決めました。自分の長所は小さい体を生かして、狭いエリアでプレーしたり、攻撃にアクセントをつけることができるところです。自分が岐阜を決めたのは一つです。生まれ育った岐阜を盛り上げたいという気持ちがあったからです。自分の長所は、コーチングの声だったりチームを鼓舞する声、前への推進力です。以上です。練習参加をした際にスタッフの方はもちろん選手の方々が、たくさんのアドバイスをくれて、たった1週間の練習参加が本当に濃い1週間に感じて、ここならもっと成長できるなと思ったからです。僕の武器はスピードとフィジカルで、何回も背後に抜けたりルーズボールを収めたり、相手のディフェンダーが嫌がることをし続けることが僕の長所だと思ってます。お願いします。大学時代に一番最初にオファーをいただいたっていうのと、ここでなら自分が大きく成長できると思ったからです。自分の特徴は左足のスピードの部分で、縦パスだったり、ロングボールが武器なので、そこをロングボールが武器です。以上です。サッカー環境において、自分が一番成長できるところだと感じたからです。自分の特徴は、攻撃守備において、とにかく走ることです。以上です。はい、指導者は選手の時に思っている以上に難しいなっていうふうには感じます。練習内容、本当に今上野監督やヘッドコーチが練習中に止めて指導されているんですけど、それ止めるタイミングだったり指導の仕方っていうのはすごく勉強になっているので、僕自身も毎日毎日刺激的ですし、成長できているかなというふうには思います。僕は先にオイジにオイジの番号を知ってたんでオイジ用にしたのって言って、それを付け足してもらいます。なんか言うの OK ですいませんみたいな感じで、オイジは言ってきたんですけど、その時に僕が見て、おじが14をつけてくれたのは、正直嬉しかった。選手の理解力が高くて、やろうとしているサッカーの全体像は表現できてきたなと思ってます。ただ、勝つために必要な要素、今日選手に話したんですけど、やっぱり勝つためには相手よりも1点以上多く取って試合を終わらせなければいけない。状況、試合の運び方に関しては、今後もっと詰めていかなければいけないと思っています。ただそのチームの全体像を理解してもらっているところは非常に良くて、逆に言うと質のところはこれから毎日毎日選手の成長とともに、継続して上げていかなければいけないかなと思っています。これも選手と共有したんですけど、やっぱり勝ち点を積み上げていくために闘争心が大事、それからインテリジェンスが大事、賢く戦うことが大事、で最後に団結することが大事だという話はさせてもらいました。心を動かす部分ではやはりチームが団結する力、これは日本代表に限らずどのチームにも必要なことだと思いますので、僕がこの FC 岐阜クラブ、それからチームに団結を求めて、より良い団結 でその団結した力が本当に湧き上がるようなパワーとなって、シーズン戦っていきたいなと思ってます。そこは常に求め続けていきたいです。一人一人がボールを持てる、あるいはグループでボールを持てる、チーム全体としてボールを持ってゲームを支配できる、
まあ、そういったところは僕の中で大事にしていることなの でそのボールを持てるということあるいはボールをこう支配できるということはやっぱり周りが見れる、そして周りの選手とつながれる、で技術力も発揮できる、つまり選手一人一人がサッカー選手として、まあ、上達しないと成り立たないことなので、選手一人一人の成長を促すことができると思ってますので、そういった意味では若い選手たちが多い中で一人一人が成長してもらって、それが大きくなってチーム全体が強くなっていく、そういうふうに、進めていきたいと思ってます。